会、吉田地区の無料相談委員会がコラボして、あの10月1日から導入されるインボイスのセミナーを開催させていただいています。であの大阪府本部の教育研修委員長大西さんをはじめ皆さんのご協力で、あの今日こうしてセミナーをすることができました。今日セミナーにこうしていただく先生は当は税理士法人の安井孝雄先生です。ご紹介いただきました、東亜税理士法人、ナンバーの方の、税理士法人で、税理士させていただきます、安井と申します。この適格請求書、まあ、これがいわゆる、インボイスって、これから呼ばれていくものですけれども、お客さんからもらった100全部を税務署に納めてくださいというわけではなくて、かたや仕入れ先さんに払っている、40の消費税、B にも40、合計80をマイナスして残りの20を税務署に納めてくださいっていうのが、まず基本的な、計算の仕方で、この40と40の80をマイナスする作業を仕入れ税額控除と言います。簡単に言うと免税事業者の方から、請求書をもらってお支払いをして、そこにたとえ、消費税40って書いてあったとしても、インボイス番号というのをまたご紹介しますけど、それを取れてない、事業者さんにいくら消費税という名目で払ってもこれ引けなくなっちゃうということは、まあ、この図だけで説明しますと、この事業者っていうのは今までは100から80引けて20さえ、納税すればよかったのが40しか引けなくなるので、これ60になっちゃうんですね。免税事業者っていう方との取引において、今まで、払わなくてよかった消費税を場合によってはこの事業者さんが払わないといけないとか、この図で、罰とか、ありましたけど、それはちょっと罰かどうかはとりあえず置いておいて、預かった消費税から支払った消費税を、マイナスして、そのマイナスの作業はここ書いてますけど仕入れ税が控除ってなってますけど、引いて残った金額を税務署に支払っていただくっていうのがまず、大原則です。これを、一般課税方式っていうんですけれども、消費税納めるべきかどうかっていう、わかりますか、20ページの簡易課税方式っていう方式がありまして、この支払った消費税をもう機械的に計算しちゃう、いくら払ったかは別として、これは全く見ずにもう預かった消費税100に、不動産業であればもう機械的に 40% が出ちゃって、40はもう払ったことにして残り60を払いましょうというのいう方式が簡易課税です。大体こっちの方が得にはなるんですけどね、不動産業の場合。インボイス制度が導入されるまでは申し上げてた通り、預かった消費税が100、相手が課税事業者だろうが免税事業者だろうが、そんなことは一切気にせずに、支払った消費税40と40を足して、マイナスして20を納税します。これが、今まで、です。今もそうです。ただ10月1日以降は、この課税事業者からの消費税しか引けなくなる、もうちょっと正確に言うと適格請求書って言われるインボイスに書かれた消費税しか引けない。この人たちはインボイス、消費税を払ってない人たちはインボイスの制度からは仲間外れにされてしまいますので、インボイス取りできないんですね。今までより消費税の納税が増えてしまうっていうのは、一つ一つ、細かく言うと請求書を見て処理をしていかないといけなくなるので、ちょっとその辺の作業が、経理の方たちは大変になるんじゃないかなと思います。課税事業者だという前提です。免税事業者だとはっきり言って何もしなくていいケースもありますから、基本的に、今からお話しする事業者っていうのを想定は、売上が1000万を超えて毎年毎年消費税を払ってますという会社が前提でお話しします。激変緩和措置により